東山の農業といえば、東山小学校区に広がるたくさんの緑。ある果物を栽培しているんだけど、わかるかな？そう、甘くて美味しいぶどうだわん。長根山という地域は丘陵地になっていて、風の抜けが良いことからぶどうの栽培に適している土地なんだわん。周りにはぶどう狩りやぶどう直売の看板が至る所にあるんだわん。およそ60年前からぶどうの栽培をしている安藤さんの畑にお邪魔したわん。お、ぶどうの手入れをしてる。今は何をしているんだわん？粒抜きといって粒を落としとるんです。形も整えてね、押し合ってね、キュキュになってしまうとね、行き場がないもんで。へえ、ぶどうの実はたくさんなりすぎると育たなくなるから、余計な部分を取り除いているんだね。他にも農薬をまいたり、種なしにするためにジベレリンという薬をつけたり、いろんな作業があるんだわん。長根山のぶどう園で栽培している品種は主にデラウェアと巨峰だわん。ぶどう狩りは8月からスタートするわん。今年もたくさん実ってます。ぜひ来てください。来てくださいね。それでは問題。はい、クイズを出します。巨峰の色は紫色であるが、花も紫である。丸か×か。正解は×です。本当は黄色い薄い白いような花が咲きます。